こんにちは。今日はパスポートが入るサイズのクラッチを作っていきたいと思います。外側には、外ポケットがついていて、ちょうど縦長に航空券が入るサイズです。で、内側にはパスポートが何冊か入れられて、ジッパーもついていて、その裏側はまたポケットがついています。では材料を紹介していきたいと思います。クラッチの本体部分は縦14センチの横23センチ。この寸法のものを外生地2枚、内生地2枚、そして、この外ポケット、ジッパーを開けた時に生地が見えるものを1枚、合計5枚用意します。外生地につける用の接着芯を2枚用意します。そしてこの外ポケットの寸法は14センチ×14センチ、この寸法のものを2枚用意してください。2枚とあと接着芯、ジッパーが2つを、手にかける用の紐、これは今回はこちらのリボンを使っていきたいと思います。では外ポケットと外生地に接着芯をつけていきます。接着芯はザラザラしている方を布に合わせて、ツルツルしている方をアイロンで当てます。接着芯を生地につけたら、ジッパーポケットの部分を作っていきたいと思います。縦4センチと外3センチずつ開けて1本線を引きます。その線に沿ってハサミで切り抜いてください。そうしたらこの両端をアルファベットの Y をイメージして、少し切ります。線を入れた部分を内側に折ります。両端、この小さな布もちゃんと折りたたんでアイロンで片付けをしておいてください。ここですね。そうしたらジッパーを下に置いて、生地を上に乗せて、この周りの部分を縫っていきたいと思います。